おはようございます。広瀬まりです。今日もあなたがあなたらしく輝くヒントをお送りします。今日は孤軍奮闘は疲れるです。何をやっても一人ぼっち、誰も協力してくれないと感じたことはありませんか？それは一人で一生懸命に仕事をしすぎて周りが見えてないだけのことかもしれません。確かに作業を一人でやったり、さまざまな仕事をバタバタと自分だけが頑張っている気持ちになる時もあります。そんな時、誰かにお願いする、その手間を惜しんでいませんか？人にお願いするというのは少し面倒くさいこともあります。自分がやった方が早いと思うこともあるし、自分の方が丁寧にできると思うところもあります。でもその仕事や作業は得意なことばかりですか？きっと苦手なこともあるはずです。とりあえず得意なことは自分でやればいいのです。ただ少し苦手だなと思うことは、それを得意とする人にお願いする方が早く的確にきれいに物事が進んでいきます。一人で全てをこなす気持ちも大切ですが、人に頼むという経験を重ねていくことも必要だと思います。私も以前は全てを一人でやらなければと考え、孤軍奮闘、本当に一人でバタバタとしていました。そうしていると、あの人は全部やるから大丈夫という評価になってしまいます。つまり自分で自分の首を絞める結果になっていたのです。今は苦手なことは苦手として得意な人にお願いするようにしています。ただ、丸投げではいけないのです。何をお願いし、何が行われているのかは把握する必要があります。そうすることでチームが出来上がっていきます。信頼する人たちに囲まれてやる作業は、同じことをしていても心に余裕が出てきます。一人ぼっちだと思う瞬間も減っていきます。孤軍奮闘、一人でことに当たる。周りの人の協力を借りて物事を進めていく。どちらの方法にも良さはあります。時に応じてそれを選択してスムーズに進んでいけるといいですね。今日もあなたがあなたらしく輝きますように。広瀬まりでした。気をつけて、いってらっしゃい。